はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016マイライフやっていきたいと思います。シーズン10年目に入りましたね。もうあれから10年経つのかという感じですけれども、去年の成績は、ロッテはシーズン、2位で終わりました。まあ、日本シリーズまで勝ち進んで、日本一にはなれたんですけれども、まあ、今年の目標はリーグ優勝を狙っていきましょう。まあ、もちろんリーグ優勝からの日本一を狙っていくんですけれども、じゃあ今日のキャンプは内野安打ですね。これで覚えられるかな。よしよしよし、これで内野安打が増えてくれれば3割も夢じゃないですね。まあ、どれくらい内野安打が増えるかだよな。新人の富岡くんなんかさ、顔がすげえ弱気な顔してない？おし、任せろ。参考になりました。絶対参考になってないよ俺これね、結構調子下げられますからね。特訓どうしよっかな。レーザービームかっていう方をしてないしねサブポジつけようかな。内野もちょっと守ってみたいといえば守ってみたいけど、でもこのね、守備力と肩だったらショートは厳しいよな。かといってな、二塁も厳しいし、サードはね、奥井がいるからね、奥井と丸かぶりになっちゃうんですよね、外野サードっていう形になると。ファーストか、でもね、ファーストっていう守備位置でもないんですよね、ミート D、パワー D なんで。だったら他の人をファーストに回すよっていう感じになっちゃうんで。どうしようかね、ちょっと、まだ保留しておきますか。じゃあなんか比較的、簡単に取れそうなものでいきましょう。ローボールヒッターとかいいんじゃない。低めをね、打てるようにしたいんで。高めはまあ打てばそれなりにホームランはいきますけれども、まあやっぱり低めですね。なんかめっちゃトレードされてんな。このオフシーズンっていうかキャンプ中にトレードされるのってどうなんだろうね。だって俺からすればさ、今キャンプで練習してんのに、お前は明日からなんとか球団のなんとかと入れ替わることになったって言われたらマジでみたいなあ、司会、まあ、司会は福田さんだけどアナウンサーが変わってる。中川ですって。マジで泉ちゃん辞めちゃったの。妻からバレンタインチョコと手紙が届いた。手紙には泉のねぎらいの言葉が書かれていた。いや、てかそんなことよりさ、やめたのそれとも今休職中なのかな。ちょっと新婚生活を味わうために一時的にお仕事をお休みしているだけか、ちょっとわかんねえな。大丈夫かこの新婚生活、全然コミュニケーション取れてないよね。俺的には仕事続けてもらいたいんだけどな。でもなんか感じからすると、まあ、専業主婦かね。まあ野球選手でね、一応年俸1億超えてるんで、まあ、専業主婦になったとしても全然大丈夫だとは思うんですけど、やっぱこのご時世ね。お、打順か。まあ、2番でいいでしょう。まあ、やっぱり共働きが理想ですよね。まあ、俺も結婚してないから結局口だけなんですけど、ちょっとこれで例えば結婚して奥さん専業主婦になるって言われるとかなりきついですからね。よし、今年はリーグ優勝だな。まずはオープン戦が始まりますね。だってまあ一月に735万も入ってくるんだよまあそれだったらさ別にいいけど、ただねこれもずっと続くわけじゃないですからね、野球選手も。まあ長くても40歳くらいですかね。でも40歳くらいの年俸ってどれくらいなんだろう。もう体もだいぶ衰えてると思うんで、まあ、イチローとかになるとね、そりゃあれですけれども、普通の野球選手で40歳までまず続けられるっていうのがすごいですからね。まあやっぱりこういう時に貯金はなるべく取っておかないといけないですよね。ペナントレースに向けた大事なオープン戦。そう、最初はねやっぱり調子が普通から始まるんで、やっぱりなるべく早めに調子をマックスに持っていくっていう
投げた、危ない球、第3球を投げた、よし、これだ、打ちました、痛烈、いった、いいね、いいね、入った、入った、ホームラン、どんどん調子を上げていこう。同点で迎える、あれ、もう変わってる、そうか、オープン戦だから変わるの早いのか、ストレートによってストレート、際どいな、ボールだと思ったんだけどな。第2球入ってくる、引っ張った、どうだ、なんか守備が良ければ取られてそうな打球だった気もするけど、いいバッティングを見せました、今日これで2打数の2安打、よし、調子はめちゃくちゃ上がってるな。え、誰これ、この回は上位打線、全然読めないんだけど、萩生田みたいな、カーブ見送ってストライク、左ピッチャーか、投げた、あー、スライダー、2球目ストライク、バッター追い込まれました、おー、そうだ、三振のとこが発動するんだ今は、投げました、危ない球、もうシーズン始まるとね、基本的に絶好調で進んでいくんで、もう三振男とか全く気にならないですからね。高村交代、ヒット、今のってボール球だったかな、打ったバッターは2塁へ向かった、おー、向かうね、やっぱり、そうか、走塁もいいんだっけ、今走塁 C とかでしたっけ、さあ追加点のチャンスを迎えました、今日はホームランを打っています、あ、これは見送ってストライク、あ、さらに、そうか、内野安打もあるんだった、カウントワンボールワンストライク、これはまた足が期待できそうだな。ライト前掴みました。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。犬伏、結構入れ替わるね。今日は打たれ強さ、え、シュート回転。スライダーボール、まずは膝元。さあ次の投球。うわ、入ってくる。ボールだったかな。ちょっとわかんないな。アリン、二点差で逃げ切りました。おお、南くん、いいね。まあ、3安打で1本ホームランが出たのでいいでしょう。そうですね、肩 D、守備 D あたりになったら一応ショートあたりもコンバートしてみますか。ショートはでもね、坂本がいますからね、なかなかポジション争いってやっぱり厳しいよな。今地方ってな、お、家族っていうのが増えてる、なんだ、ちょっと待って、家族サービスを言えてねえし、家族サービスをしますって子供とかまだ生まれてねえし、そもそも地方にいるし、お出かけしよう、ちょっと千葉にいるときにやってみましょう。あ、ショッピングモール、なんだっけ、酸素カプセルが買えるようになりましたって言ってましたよね。酸素カプセル1000万円もするんだ。選手生命がほんの少し伸びます、すげえんだな、酸素カプセル効果俺もちょっと酸素カプセルやってみようかな、どこにあるんだろう。なんか東京都内とかだと普通にね、駅の中とかにありますよね。あれ、そうだよね、駅の中に置いてあるのって全然興味ないから、なんとなくチラ見してるだけなんだけど、1000万使ってしまったな、これぞ完全なる無駄遣いだよな。一応じゃあちょっと地方にいるけど家族サービスしてみますか。電話とかするのかな、泉に電話することにした。大事なシーズン前の時期にわざわざ電話してくれたの。まあ家族サービスだからね、これが。てか今普通の電話だったよね、なんか携帯とかで電話すればいいのに。じゃあ今日はソフトバンク戦、ま、状態はいいんで、おお、チームの状態いいね。ま、地方にいる間は何にもできないので本を読みますか。ま、最終的にショートとかにコンバートしたらやっぱり送球もね、上げておかないといけないんで。え、めっちゃ上がったな調子今日もじゃあ本を読みますか。まあ、こういう時は落ち着いて本を読むと。で、広島戦。まあここも別にミッションリストとかないよね。その打てなかったら2軍に落ちるとか。さよなら負けか。ちょっとオープン戦の最後、嫌な終わり方をしたな。あ、千葉にいる。じゃあちょっと家族サービス、家にいる時の家族サービスをしましょう。
お父さんが早く孫の顔が見たいだって。まあそう言われるんすかね、やっぱり。おめえは勝手に上がってくんじゃねえよ。勝手に上がってきて27歳の誕生日プレゼントをせびりに来るのか。なんてやつだ奥井。でも奥井、家庭を持つのはいいぞ。まあ俺は家庭持ってないから分かんないけど、分かんないけどなんとなくいいぞ。全くリアリティがないな俺が言うと。あとはちょっとね、ドライブなんすよね。あとドライブで絶対ね乗せることができると思うんすよ。ほら家族と乗る。どっちの車でドライブしようか。どうなのこのさ、高級会社でドライブって。俺的にはやっぱりコンパクトカーでドライブを楽しむっていうのがいいと思うんですよね。だって高級会社でさ、どうなのそういうさ、ウキウキ気分でドライブできるの。まあまずはコンパクトカーでいきましょう。温泉でゆっくりして帰った。日帰り温泉ですかね。泉の評価が上がったって言ってるけどさ、これ何、まだ評価上げる必要あんの。ちょっと評価を見てみましょう。一応お給料は握られてないみたいですね。奥さんには。よかったよかった、まだまだ無駄遣いはできそうだな。マイデータ、あ、そうそうそう、このシーズン中のね音楽を変えたんですよ。こういうリストでいいかな。あれまた妻の関係が下がってるぞ、評価が。妻になってまた評価を上げないといけないのか。マジか、大変だな。電話は別に関係ないよね、もう。ってことは家族サービスをしろってことか。ただ今埼玉にいるのか。埼玉にはうん、特段何にもないから、読書をしましょう。よし、早いな。てかめっちゃ上がるな読書。調子が。じゃあオープン戦、お、しかもいきなり西武戦じゃないですか。ここはちょっと久しぶりのなりきりプレイでやりましょう。まあ、守備も一応最低限と言える E あるんで、センターですね、センター。センターを任せるのか、こいつに。不安はあるな。奥井がサードに回ってますね。視点がね、またちょっと違うから、ポジションっていうか、位置が変わるだけで。やっぱりね、レフトが一番見慣れた景色ですよね。さあ、まずは打席から。第9球。投げました。見送ってストライク。高めのシンカーか。第2球。投げた。よし、これは。オーケーオーケーオーケー。まあ、横の変化球はまだ対応できるんで。てかさ、初打席、初打席っていうか、シーズン初打席でいきなりホームランか。来たぜ。守備。フルカウント。おお、よく抑えた。1点取られたけど。これはレフト大丈夫、取れる。おお、レフトじゃねえ、ライトか、こっちから見ると。同点で迎える2回です。さあ、待って、おお、来た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 、待って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 、落ち着いて取ろう。これでワンアウト。うわあ、ポテンポテンってなるのか。南九州の牛若丸、楠田。え、なんて言ってた、南九州の牛若丸みたいな。かっこいいな。お、いいね、ゲッツー。アウト、ゲッツー。スリーアウトチェンジ。2回が。さあ、第2打席目。同点で迎える3回です。第9。この高め。わあ、V スライダーか。第2球。投げた。高速シンカーはボール。カウントは1ボール1ストライクです。さて、これは。ボール。インコース低め。カウントは2ボール1ストライク。第4球を。投げた。うん、ちょっと振り遅れたけど、1人になります。二塁まで行かないか。ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。1番ライオンズ、追う展開で迎える3回です。さあ、来い。ノーアウトから打った、流し打ち。ライト。ライト方向へ持っていきました。ナイスだ。切りました。
これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。あー、まだ攻撃が続いてんのか。投げました、打ちました。お、来た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 、けどこれは全然ショートか。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。おー、柳田怖いな。一、二塁歓迎。おー、ミゲルちゃんとさばいてるね。スリーアウトチェンジ。なかなかいい試合をしてますね。あ、これは俺に任せろっと。これで1アウト。これ坂本どう思ってんだろうな。あいつさ、後ろでマジちょろちょろ鬱陶しいんだけどみたいな。俺に任せろっと。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。もう内野から絶対嫌われてるよねこいつ。マジあいつ何してんだよって。監督とかどう思ってんだろうな、この守備を見て。まあバッティングがいいバッティングをするからちょっと使わざるを得ないよな。かといって DH にするような能力でもないからね。もう多分しょうがないから使ってるんだろうな。もうセンター任せてもらってるから、多分自分がセンターやらせてくださいって言って、監督としてはやっぱり置いとくのはレフトの方がいいんだけど、自分センターやりたいですって、守備やりたいですって言うから、こういうバッティングをするからちょっと監督もね、仕方がないなっていう。で、選手ってどれくらい意見聞いてもらえるもんなんですかね。めっちゃ活躍してる選手が例えばね、いや俺ライトの方がいいですとか、だから監督的には飲むのかな、やっぱり。それとも監督の言うことが絶対なのかな。大きなチャンスだ。こういうチャンスのところでもしっかりと打つ。ちょっと早かったな。第2球投げた、アウトコース低め、スクリュー外れてボール、カウントワンボールワンストライク、カットボールはボール、ここはよく選びました。カウントはツーボールワンストライクです。投げた、このチャンスをそうものにする。いや、これだけさ打ってくれればさ、ほら井口監督もめっちゃガッツポーズしてるしね。またあいつ図に乗るなみたいな。今日だって4安打でホームラン2本打ってるからね。大事な初戦だからこれでいけるんじゃん、ほら。いや、これもうちょっと監督何にも言えないよ。全ての要求を飲まざるを得ない。こう万歳してもね、普通のジャンプだ。万歳しても見て見ぬふりをする。本日3ホーマー、超扱いづらい選手なんだろうな。いや、でも俺はそんな性格悪くないから、チームの勝利が最優先。全打席安打とは恐れ入ったぞ。まあ、ただ実際のね、この監督への恨みはいつも祝賀会で話してるからね。デイリースラッガーあたりがいつかね、デイリースラッガーって何本だっけ。1試合4本とか。1試合4本はさすがにきついでしょう。ちょっと今日じゃあデイリースラッガーを狙ってみましょう、このままの勢いで。2番バッターなんで、まあ、そこそこ打順は回ってくると思うんで、これでデイリースラッガーも達成してチームでのやっぱ発言権を上げていかないとね。てかロッテの今チームのリーダーって誰なんだろう。リーダーっていうんだか、キャプテンっていうのか。投げた、スライダーボール、投球これから2球目、再球集中、まず1本いった、入った、入った、ホームラン。もう何号。うわー、めっちゃ入れられてる。この回は上位打線から始まります。しかし投げました、外れた。チームの勝利より今は自分のホームランが最優先だ。投げました、打つ、よーし、2本目。絶対ね、4打席、おい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 、4打席は回ってくるからね、やっぱ2番だと。これだ、どう、ちょっとなんかずれた気がするけど、いかないか。やっぱりね、パワーヒッターあたりとかちょっとついてくれてれば、パワー C のパワーヒッターみたいな、まあ、どっちかがあるとだいぶ楽なんだけど、てか、何この大量失点。ピッチャーどうした、
げました。これはちょっとそうだよね、スライダーわずかに内側外に出るよね。第2球投げました。もう高めボール、でもスライダーだったか。第3球を投げた、どうだ、引っ張った、行ったか、行くか、どうだ、入るか、あーギリギリ行かなかったか。ツーベースヒットを放ちました。なんと4打数4安打、まあ、4打数4打だけだと、もう1回回ってきて終わりだな。これは第9さっきのがな、打てなかったのがちょっと痛かったな。最後はもうやる気をなくした。あれってかさ、今打率いくつ、一応最後頑張ったね。さあ本日のヒーローは2名、わあでも柳田6打点か、俺に負けてないな。1試合4本はねさすがに厳しいけど、柳田2号打ってんのか。もういやーなかなか厳しいね、肩が上がった。あ、これはライバル宣言かな。これライバル宣言でさ、別にみたいなこと言ってくんのかな。ライバル多いな。おお、アスリートバット、あと何本、もうちょっと少なくなってきたよね、アスリートバット。これで見ていけばいいのかな。残り3本か。アスリートバットって60万円なんだ。高えな、60万円があんなポン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 ぶっ壊れていくのか。野球選手って大変だな。あれ今いつもの枕って持ってんだっけ。あ、ちょっと今日は試合スキップっていうか日程を早送りしましょう。4月のホーム戦のところまで行きますか。いやロッテちょっと毎回ね出だしがそんなに良くないんだよね。シーズンの後半になって確か去年も上がってきたので、まあそこが多分シーズン優勝できなかった要因になりますね。いやー5位か。え、なんか言ってたな。あ、トレード的なやつか。打率がどんどん下がっていく。最初にめっちゃ打率稼ぎましたからね。ひよこまんじゅうを買ったと。あ、でももう5本。あれ ?5 本って全部俺が打ったやつ。あ、1盗塁してる。いつの間に1盗塁したの。いやー最下位になっちゃったよ。マジか、こっから這い上がってくるのか。まだでも4月11始まったばっかりですからね。夜のオリックス戦はちょっとやっていきますか、せっかくだから。ここは勝ちたいんで、坂本のやる気が絶好調だな。もう岸川って誰、あんまり見ないピッチャーなんだけど。石川さんとかも多分相当年いってるんで、もう引退してもおかしくない年齢ですよね。さあ先生のチャンスを、さあ鳥羽もね意外に年齢いってるからね、やっぱり次の世代をどうするかっていうところが課題だな。俺もなんだかんだでもう10年経ってるってことは30近くにはなってるんで、もう次の世代にバトンをタッチするところに来ているかな。さあ次の投球、おりゃ、うん、ちょっとずれたかな。おお、坂
ここで順位をひっくり返したいけど乱打戦になってんな今日。今日3打点を挙げています。投げた痛いひどい。避けないのかな。避ける装備全くしなかったよね。今日はツーランホームランを打っています。投球これから2球目。おりゃあれこれで何本目の7号か。マリーンズリードで迎える7回です。今日は3安打ボーナス。あーチェンジアップ。第2球投げた。あーカットボールかスライダーじゃないんだ。2塁フォースアウト。アウトダブルプレイ。パッと見だとちょっと分かんないですからね、どう曲がってくるのか。さあダメ押しのチャンスを迎えました。お今日は3安打ボーナス。打った初球打ち。さあ走れ走れ。よしここまで点差が開けば安全だな。さすがに大丈夫でしょう。リリーフ福谷福谷どっちだ。もうすでに7号飛ばすね。またあれか、まあ、ここはちょっと、マンスリースラッガーは1ヶ月にってことかな。本塁打月間10本、まあ、全部自走車でやれば全然楽勝だと思うんですけどまあさすがにそれはちょっとやらないっす。荒木さん。じゃあちょっと日程を、もう5月入ると交流戦が始まりますからね。じゃあ最後の5月初めのところまで行きますか。盗塁をなちょっと増やしてもらいたいんだけど。とりあえず同率で最下位か。負ける。ただオリックスも負けてる。おお最下位に6ゲーム差か。よしよしよし、一つずつちょっとね勝ちを重ねていきましょう。いやー全然重ねられないな。連勝がないね。連勝がまあ点をね取るときは取るんですけどね。あ盗塁が2になってる去年って何盗塁したの。なんかゼロ盗塁のような気がするんだけど、盗塁したのかな。全く盗塁には注目してなかったっすからね。よし4月の後半からちょっとずつチームとしての状態が良くなってきたかなって思ったらやっぱり行ったり来たりしてるな。7点取るときは7点取るっていうね。やっぱセーブ強えな。さてじゃあここの試合も取っていきましょう。13勝16敗か。負け越し。おお月間 MVP そりゃねあんだけ飛ばしたからね。え何。ああもしもしあなたって月間 MVP おめでとう。これなんか携帯っぽいっすよね。体調に気をつけて頑張ってね。いやーいい奥さんだな本当に。じゃあちょっと宮城にいるけど電話してあげますか。貴重なシーズン中のオフにって。そういえば試合たまに見に来てくれるんですよね。彼女だった時とか見に来てくれたんで。メカミックス何もしや今日は塩見さん全然忘れてたな。あれ
塩見さんいなくね。クラークとかいうやつが先発じゃん。塩見さんってリリーフか何かな、かな、抑えとかだったら最悪出てこない恐れがありますからね。あとクラークが最後まで投げ抜くとか、あんだけ前振りしといて何にもなしかいっていう。俺が引きずり下ろしてやるクラーク。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。あれ鳥羽さんが出てるってことは鳥羽が一番。クラーク、かなりランナーの動きを警戒しています。うわー、しまったー。あぶねあぶね、ゲッツーになるかと思った。さあ追加点のチャンスを迎えました。ああ、こういうチャンスでね。第2球投げました。あ、これはちょっとあの低めのツーシームは第3球投げない。投げました。これだ。打った、引かないな。スタンドに入りました。ファール。第4球を投げました。ちょっとまずいな。でもストレートを主体に投げてくるから、ここら辺でね、変化球が来るとまずいけど、完全にストレートで来てきましたね。よしよしよし、満塁ホームラン8号。さあ来い塩見、まだお前がいるのか。5失点してるけど、あ、結構曲がったな。思いのほか曲がりましたね。さあ塩見、矢口と通算100号本塁打まで。塩見どうした？今日4打点は。てか塩見って本当にリリーフなの？先発だったらもう絶対出てこないですよね。あー、なんかちょっとかすってなるけど、かすってなるけど、いいところに球が飛んでいくっていう。いやー、取られるね。リードで迎える8回です。重松だし。通算100号本塁打まであと9本としています。今日は3安打猛打賞。第2球投げました。これ、ちょっと早かったな。やっぱりね、緩急をつけるピッチングっていうのがなかなかね、タイミングを合わせづらいですよね。アズレットボール。カウントは1ボール2ストライクです。投げた。あ、危ない危ない危ない。よく見ました。カウントは2ボール2ストライク。投げた。これもストレートはボール。内角へ。カウント3ボール2ストライクです。投げた。よし、強烈、いった、入った入った、ホームラン。いや、やっぱり弾道さんのパワー D っていうのはで絶好調ですからね。初球打ち引っ張った。スタンドに入りました。ファール。ファーストランナーをちらっと見て、これはボールですね。第3球を投げた。あー、ツーシームか。バッター追い込まれました。第4球を投げました。ツーシーム投げられるときはちょっと下目にカーソルを合わせておかないといけないんで。オーケーオーケー。本日3ホーマー、10号到達。なんかめっちゃ早い気がするんだけど、結局塩見さん出てこなかったのかな。塩見さんなんか言ってくるかな。すまん、俺は出番がなかった前提。対戦はなかった。じゃあ塩見さん、なんかさ、別に声かけてこなくてもよくなかった？お、なんかもらった？てか、なんか達成した？その先陣は青バット2。結局よくわかんないけど、知らず知らずのうちにクリアしたんだ。ま、またミッションがあるんで、ま、チャンスはお任せ。チャンスはお任せって、チャンスで回ってこないとさ、いけないってこと ?9 打点。そういうことね。打点を上げろってことね。黒沢さん、まあ行きましょう。もうちょっと交友関係が広くなりすぎて、誰が誰だかわからん。おー、マークされてるか。そりゃあれだけ打てばね、マークされるでしょう。はい、というところで、シーズン始まってまたちょっとマリーンズの成績が悪いですけれども、次回は交流戦からですね、やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。